はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。いつもご覧のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はね、プロ野球都道府県別最強横断鳥取県出身編をお伝えしていくわけですが、すいません、鳥取県出身の野手がですね、知名度のある選手があまりにもいないので、今回はね、ちょっと投手のみ発表とさせていただきます。すみません、ちょっとご了承ください。ですので、今回はね、エース含めて先発ローテーションと、あとはですね、リリーフ、抑え投手という感じでですね、選出していけたらと思っておりますので、そのとこ、よろしくお願いいたします。まあ、鳥取県の出身の選手ですね、非常に素晴らしい選手、素晴らしいピッチャーか、いますので、そこの方をですね、楽しみに予想していただきなら、見ていただけると思います。それでは早速始めていきたいなと思います。どうぞ。はい、まず1番手、エースはですね、小林茂投手にしました。阪神タイガースです。小林投手といえばですね、よく僕の動画でも、サイドハンドなのか、アンダーハンドなのかというところで、僕サイドハンドっていう答えがね結構多いんですけども、まあ、どちらかねよくわからない、ピッチャーなんですけども巨人の江川卓投手との江川事件というところに巻き込まれたようなピッチャーでありまして、でもですね本当に、それだけの注目を集めるピッチャーでした。一応ですね1979年に22勝をマークしており、この時ですねくしくも江川卓投手のルーキーイヤーとなった年でありました。その後もですね、沢村賞を2回獲得するなど、本当に活躍を見せたピッチャーです。歴代最強のサイドハンドの一人、アンダーハンドと言ってもいいのかな、と言えるでしょう。続いて、米田哲也投手です。阪急ブレーブス。この米田投手というのはですね、プロ野球歴代2位の通算4949試合に登板していて、通算350勝を記録しています。で、あと先発ピッチャーとしてですね、626試合に登板し、だから、これ先発ピッチャーで、もうこの記録を達成したということです。まあもちろん中継ぎでも登板したことあるんですけど、まあ、あのですね、通算の自責点数と、いえ、余計円数と、あとは、被安打数。これを日本記録。いずれも日本記録と思ってるんですよ。で、本当に、この人を象徴するのは、驚異的なスタミナです。間違いなくそこだと思います。なので、そこのとこからですね、ガソリンタンクとか、重戦車とか、機関車とか、タフマンとか、呼ばれていたそうです。それこそ、先発登板の626試合というのはですね、これ日本記録です。はい。なので、本当に、この投手はですね、もう、皆さんのありえないようなところで記録を作っていた。日本最高ピッチャーですね。はい、続いて、川口和久投手です。広島東洋カープ。川口投手の特徴とすればですね、右バッターへのクロスファイヤー、インコースへのストレート、まあ、それで、のけぞらせて、水質のいいカーブとスライダーで打ち取っていくという、そういった投球スタイルが持ち味のピッチャーです。この川口投手はですね、巨人キラーと、言われており、その後はですね、その巨人に移籍するという、そういった、ピッチャーでした。まあでもですね、主に広島時代に活躍をしていて、広島時代に計7度の2桁勝利を達成しております。で、タイトルと関しては、最多奪三振を3回。受賞しております。そういう、ドクター系、脱三振マシンとして活躍をしました。まあ、今で言う、菊池雄星投手とか、あとは、まあ、ちょっと昔なんですけど、石井和久投手とか、そういったタイプですね。そういったタイプに似ているようなピッチャーです。はい。福士博明投手です。広島カープ。
福士投手はですね、鳥取県の、鳥取西高校出身で、一応ですね、巨人、南海ホークス、広島カープと3球団に渡り歩きました。で、そこで4度の2桁勝利をマークしており、ですね、その後にですね、韓国球界に移籍したんですけども、そこでの活躍がもう比較外で、韓国球界で未だ破られることのないシーズン30勝という大記録を成し遂げました。この時はですね、投球回427回投げておりまして、で220奪三振、427回というのもですね、韓国記録となっています。でこの時に36完投ですよ。えげつないですね。韓国のレジェンドとなりました。はい、加藤真一投手です。南海ホークス、倉吉北高校出身で、南海ホークスなど福岡ダイエーホークス、広島東洋カープ、オリックスブルーウェーブ、大阪近鉄バファローズという風に、移籍をしました。で加藤真一投手の武器としたら、インコースに食い込むシュート、そして外に逃げるスライダーというところ、横の揺さぶりで抑えていく、打たせて取るタイプのピッチャーだったんですけども、1989年に12勝を挙げ2桁勝利をマーク。まあ、あとその他タイトル獲得はなかったんですけど、1996年に見事カムバックを果たして、カムバック賞を獲得しております。その後もね、投手コーチとか、あとはですね、プロ野球解説、そちらの方での活躍が光っている選手です。はい、続いて、リリーフですね。リリーフはですね、クリアレン投手にしました。広島東洋カープ、岡山理科大附属高校出身で、唯一現在現役で鳥取県出身選手として活躍をしているプロ野球選手であります。クリアレン投手もですね、先ほどの、加藤投手のように、インコースへのシュート、そしてツーシーム、いわゆるアジアボールですね。アジア大学東山直投手が、開発したアジアボール、それを武器に、活躍を見せるピッチャーであります。この釘投手はですね、先発中継ぎ両方こなせるタイプで、主にね、もうやっぱチームのね、本当に必要な場面で、本当に働きを見せる、そんな非常に便利なピッチャーと言っては失礼ですけど、頼りがいのあるピッチャーとして活躍をしております。なのでチームに欠かせない存在となっておりますね。はい、リリーフはクリアレン投手しました。はい、ストッパーです。ストッパーは隅三男投手にしました。読売ジャイアンツです。隅投手といえばですね、サイド気味の3クォーターから繰り出す、快速球でですね、主に巨人のストッパーとして活躍しました。ケレアハイでですね、8勝5敗20セーブ防御率 1.47、 あのね、投球回以上の奪三振数っていうのがね、この隅投手の持ち味ですね。やっぱり欲しいところで三振を奪える、そういった特徴を、持ったのがこの隅投手かなと思っております。おさえは隅投手を選ばせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、鳥取県編のプロ野球選手都道府県別ベストナインをお伝えしました。ベストナインというよりかはね、今回ちょっとピッチャーだけになってしまって申し訳ございません。一応ですね、先発最強ローテというところでですね、やっぱり、この県も非常にエースのですね、小林投手を筆頭に、いい選手揃っているなと思いました。この動画がね、少しでも良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録と、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。